こんにちは、ツンです。今回は最近100均で買った地味だけどあると便利なアイデアグッズを全部で5つプラス最後におまけをご紹介します。残念ポイントも正直にレビューするので、ぜひ最後までお付き合いいただけると嬉しいです。はい、まずはこちら、スマホ差し込みシート付きストラップ PU 製です。 PU 製というのはポリウレタンのことで、質感を革に似せた、つまり合成皮革ってことですね。まあ220円だから当然合皮ですよね。ここ数年ずっと気になってたスマホのストラップ、やっぱり春夏の服ってポケットが少ないので、これからの季節はあると便利ですよね。プチプラだとロープタイプっていうのがほとんどだったので、合皮タイプって珍しいなぁと思って買ってみました。このケースの方に差し込むシートも PU 製でした。スウェードとかベルベットっぽい肌触りです。はい、そしてストラップの方はバッグのショルダーっぽい感じですね。もちろん長さの調整も可能です。色はホワイトの他に黒もありました。200円にしてはなかなかしっかりしています。まあ、使い方はよくあるストラップと同じで、このシートをケースの中に入れて、充電口からこの金具のところをね、出して、その上からスマホをケースに装着。あとは金具を引っ掛けるだけです。ちなみにね、このフック付きのケースをお使いの場合は、シートを使わずに装着することもできます。で、ストラップは最長142センチ、身長159センチの私でちょうど使いやすいぐらいの長さでした。シートを入れた状態でも、iPhone のマグセーフは問題なく使えました。で、一番短くすると 74.5 センチ。まあ、このぐらいな感じです。手で持つにはちょっと長いですかね。まあでも、ロープタイプと違ってね、短くしても変に余るってことがないので、すっきりしているところが気に入りました。この瓶の調味料を使い切った後に、キャップの部分を外すっていう作業が私は結構面倒でした。最近はね、こう取り外しやすいように切れ目が入っているタイプも増えてはきましたが、途中でちぎれて失敗することもたびたびありました。まあ今回はうまくいきましたけどね。あとはスプーンの柄を使って、てこの原理で外すっていう裏技もあるんですが、なかなか取れないやつはスプーンがちょっと曲がるんじゃないかって心配になったりもしました。で、そんな憂鬱を解消してくれそうなアイテムがダイソーにあったので買ってみました。はい、それがこちら。瓶用キャップ外し110円です。見た目がちょっとブーメランっぽいですよね。安全カバーを開けるとこんな感じ。刃は薄い作りになっています。はい、ということで早速使ってみようと思います。ところがですね、これ初めはうまく引っ掛けられなくて、これは買って失敗したかなと思いました。で、刃の先をキャップにしっかりと食い込ませたら、こんな感じで外すことができました。だけど、これね、私使い方間違えてましたね。今度はポン酢の瓶でもう一度しっかり食い込ませようと何度もトライしたんですけど、全然うまくいかなかったんですよ。で、これはさすがにおかしいよねと思って、もう一度取説を確認したところ、蓋は開けてから使うんでした。そうするとすんなり引っかかって、本体をゆっくり後ろに倒せば簡単に外れました。まあ、ちょっと私の失敗談が長くてすいません。
見た目は正直ね、ちょっとまああれなんですけど、憂鬱な家事が一つ楽になりそうです。はい、大人気のヒットアイテム、ウェットシートの蓋。今ではすっかり定番となりましたよね。我が家は主に掃除用のシートに使っています。粘着シートで貼るタイプが多いのですが、個人的には蓋ポン推しです。蓋ポンっていうのはアタッチメントをはめて使うタイプで、粘着タイプよりも確実に繰り返し使えるのがメリットです。まあ、そんな中、先日キャンドゥに行った時に、ウェットシートの蓋コーナーをちょっと覗いてみたところ、今はもう半分以上がワンプッシュ式になってました。ちなみにこれが蓋ポンですね。もう本当に100均アイテムってちょっとチェックしない間にどんどん進化してますよね。はい、ということで、売り場で一番シンプルなタイプを買ってみました。ウェットシートの蓋横開きワンプッシュ、キャンドゥで110円。ボタン部分が大きいのが特徴です。取り口が6センチ ×3 センチ以下のウェットシートに使うことができます。まあ、こちら粘着タイプなので、裏面の剥離紙を剥がしてウェットシートの取り出し口にペタッと貼ります。ワンプッシュで開けられるっていうのは結構便利ですね。ただ、片手でボタンを押すだけでは開かなかったんですよね。これね、ボタンを押すときに反対側が浮いちゃってロックが外れないっていう現象が起きました。ボタンの反対側をちょっと押さえればちゃんと開くんですけど、手が汚れてるときに片手でパッとっていうわけにはいかないのが残念ポイントでした。まあ、今回ワンプッシュ式って私初めて使ってみたんですけど、もしかしたらボタンの位置が横ではなくて手前についてるタイプだったら片手で開けられるのかもしれません。はい、お次はこちら。三ツ矢のクラフトテープカッターです。以前はね、これダイソーで扱いがあったみたいなんですけど、今は売っていなくて、今回はアマゾンでポチりました。100均じゃなくてすいません。でもね、アマゾンで2つ入って109円でした。色はホワイトの他にブラックもあります。まあ、これその名の通りクラフトテープのカッターです。ギュッと折ってテープに装着して使います。薄いスチール製で手で簡単に折り曲げることができます。ちょっとね、50ミリのテープには大きかったのですが、ミニマムでかさばらないのがいいですよね。ダイソーにはね、テープカッター付き梱包用テープっていう、こういうもうあらかじめね、カッターが付いたテープも売ってるんですけど、私はちょっと大きいなと思っていたのでこちらを購入しました。まあ、これ本当昔からあるロングセラーの商品なので信頼感もありますよね。まあ、これ一つつけておけばハサミを取り出す手間もないし、スパッと切れて気持ちいいです。ちなみにビニールテープにも使えました。ただビニールテープだとね、端が行方不明になるっていう問題は解決できないので、端っこは折っておいた方が良さそうです。まあ、クラフトテープにはね、そういった問題がないので快適に使うことができます。これはもっと早く買えばよかったなと思いました。はい、梱包つながりで、ついでにこちらも。これは前からある商品なので今更感もあるんですが、ダイソーのセラミックカッターミニ110円です。カラーはブルーとグリーンとホワイトの3色展開。これね、ずーっと欲しかったんですけど、いつ行ってもなぜか白が売り切れてたんですよね。で、この間やっと白に出会えたので迷わずカゴに入れました。刃は錆びないセラミック製。ロック機能とマグネットとフック穴もついています。
手のひらサイズでコンパクト。刃はね、1センチ程度しかないんですけど、段ボールを開けるのには十分です。フック穴も大きくて使いやすそうだし、裏面にはマグネットもついています。もはや定番の使い方ですが、玄関ドアに貼っておけば、届いた荷物を玄関で開けられて便利です。セラミックカッターっていうのは刃の交換ができないんですけど、私今までね、カッターの刃を折ったりとか取り替えたりするのがちょっと苦手だったので、切れ味が落ちたら買い替える方が私はちょっと気が楽かなと思いました。はい、最後はちょっとおまけで食品なんですけど、面白そうだなと思って買ってみたのがこちら、ミルキーシップキャラメルフレーバーです。ね、ストローの中にキャラメルフレーバーの粒が入っていて、これで牛乳を飲むと味変するっていうやつですね。裏面の表示には砂糖菓子と書いてありました。キャラメルの他にいちご、バナナ、チョコレート味もありました。表示通り牛乳 200cc で飲んでみます。小学生の頃の給食で出たミルメイクをちょっと彷彿とさせますよね。あ、ちなみにミルメイクも売っていました。っていうかミルメイク皆さんご存知ですかね。ちゃんとキャラメルの味がして甘くて美味しかったです。まあ、ただ急いで飲むとね、溶けなくて牛乳の味しかしないので、ゆっくり溶かしながら飲むのがおすすめです。まあ、お子様ならね、ストローで飲んだ方が楽しいのかなと思うんですけど、いっそのことはもう牛乳に全部溶かして飲んじゃった方が味が均一になるんじゃないかなと思いました。冷たい牛乳でもちゃんと最後まで綺麗に溶けましたよ。まあ、個人的には 150cc ぐらいで飲むのが濃くて美味しいかなと感じました。これ私キャンドゥで買ったんですけど、ダイソーにもあるみたいです。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。少しでも参考になりましたらチャンネル登録いただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。